ヨハネの手紙第2長老から選ばれた夫人とその子供たちへ私はあなた方を本当に愛しています私だけでなく真理を知っている人々が皆そうですこのことは私たちのうちに宿る真理によることですそして真理はいつまでも私たちと共にあります真理と愛のうちに 父なる神と、御父の御子、イエス・キリストからの恵みと、憐れみと、平安は、私たちと共にあります。あなたの子供たちの中に、未知から私たちが受けた命令の通りに、真理の内を歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。それは、私が新しい命令を書くのではなく、 はじめから私たちが持っていたものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。愛とは、未知の命令に従って歩むことであり、命令とは、あなた方がはじめから聞いている通り、愛のうちを歩むことです。なぜお願いするかといえば、人を惑わすもの、すなわち、イエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が、大勢世に出ていったからです。こういうものは、 惑わすものであり、反キリストです。よく気をつけて、私たちのロークの実を台無しにすることなく、豊かな報いを受けるようになりなさい。誰でも行き過ぎをして、キリストの教えのうちにとどまらないものは、神を持っていません。その教えのうちにとどまっているものは、未知をも、御子をも持っています。あなた方のところに来る人で、 この教えを持って来ない者は家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すれば、その悪い行いを共にすることになります。あなた方に書くべきことがたくさんありますが、紙と墨でしたくはありません。あなた方のところに行って顔を合わせて語りたいと思います。私たちの喜びが全くものとなるためにです。 選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。